ゆきが教えるカツタマ運気予報。二十四節気でいうと立冬小節を迎えます。暦の上では冬の始まり、空気が冷たく感じる日が増えてきましたね。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこでカズタマを知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるんです。またあなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月のカズタマ運気予報をお伝えしています。カズタマを知りたい方は概要欄に LINE 公式の URL を貼ってありますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたのカズタマ守護神をお伝えしています。運気予報はご自身のカズタマの下一桁を見てください。カズタマが6、16、26、36、46、56の方は宿玉6玉となります。それでは宿玉6玉の方の今月の運気数からお伝えします。今月の運気数は4。今月はゆったりとした季節になるでしょう。それでは今月の運気の前に今年の運気からお伝えします。宿玉6玉の方の2022年は安定の季節、そして今月11月は優雅の季節になります。では優雅の季節をより詳しく見ていきましょう。心穏やかで優雅に過ごし、対人関係でもそこまで大きな問題が起こらない時期になります。精神面も非常に落ち着いているため、性格できっちり行動するよりのんびり構えた方がうまくいくことも。優雅の季節は旅に出て有益な人と出会える時期です。ただし優雅な分、些細なミスを犯しやすくなるので、その点は注意が必要になります。このように優雅の季節は肩の力を抜いて自然に身を任せてみてはいかがでしょう。何か特別なお誘いが来るかもしれませんね。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、11月の運気は11月7日から12月の6日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは11月14、24、12月の4日。この3日間はいつも以上に肩の力を抜いてリラックスして過ごしてみましょう。プチ旅行に出かけるのもおすすめですよ。それでは優雅の季節の良い傾向悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと、ゆったりと豊かな毎日を送れる、そんな月になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、浮かれる気分を非難されやすいので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、人間関係もスムーズで助言をもらえる、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、ありがたいことを当たり前と捉えがちになるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、生活が安定し衣食住に恵まれる、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、衣食住に恵まれる分、食べ過ぎには注意が必要となるでしょう。このように運気予報をチェックすることで、毎月の行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。カズタマ運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしてくださいね。そしてこのカズタマ運気予報は人生の季節でわかることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運など、もっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しい良い傾向悪い傾向、起こりうる出来事やその対策など具体的に示してあります。気になる方は LINE 公式からお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントお待ちしております。